リーグ戦へようこそ。実況の西岡明彦です。本日の試合は大宮アルディージャ対サンフレッチェ広島のカードです。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。下位からの脱出を目標に掲げてきたチームですが、未だ下位グループから抜け出せていません。後半戦もこの調子では浮かび上がれずに終わってしまうでしょう。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。ドラガン・ムルジャ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはカットされました。攻撃失敗です。ボールがフリーになりました。ここで勢いが止まってしまいました。打ってきましたが大きく外れてしまっています。青山敏弘、カットしました。ここはどうするでしょうか。サンフレッチェが攻めに出ます。相手がボールを奪い攻撃を止めました。なんとか一息つきました。スローインです。和田拓也、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。可能性のあるクロスでしたが見事にカット。狙った、信じられません。止めた。ここはアルディージャのコーナーキックです。鋭い読みでカット。面白いボールが出た。中はどうだ。マークを外せない。体に当たった。ここはコーナーキックの守り、守備を確認しています。打った、バーを大きく越えていく。森崎和幸、ここから先の出しどころに苦労している様子です。ここはナイスタックル、タッチラインにクリアしました。高橋宗也、タックルでボールがこぼれました。ドラガン・ムルジャ、広島の攻撃です。ちょっと消極的なパス回しです。さあどうだ。和田拓也、危険な位置です。緊張感が増してきます。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。タッチラインを割りました。スローインです。もったいない形でボールを渡してしまいました。じっくりと出しどころを探します。柏吉文、三輪大輝、
森崎和幸。ボールがよく転がっています。ボールを取りました。さてどうする。ファールです。このプレーはどうでしょう。青山敏弘、仕掛けられながらもボールをキープしています。渡部大輔、ボールがこぼれた。どうか。ボールを回しますがなかなか崩れません。ボールを持ちました。森崎和幸、入るか。あとは無人のゴールに流し込むだけだったんですが、シュートは外れてしまいました。これは痛い。なんで外したのか、なんと言っていいかちょっと分かりませんね。柏芳史、ここは簡単にボールを渡してしまった。前半選手の交代があるようです。後半開始です。バラダ明美、サイドへ展開。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。青山敏弘、チャンスを伺っています。このボールはタッチを割ります。スローインです。長谷川アリアジャスーリ、プレーは止めません。主審が流していますね。渡部大輔、綺麗にボールが走っています。ボールはどうだ。いいクロスが上がりません。ディフェンダーが軽々とカットしました。青山敏弘、サンフレッチェが攻めに出ます。タックル。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。いい形でゴール前まで持ってきました。ここで打つ。どうにもリードできません。ここもチャンスを逃しました。ディフェンスが甘かったですね。ドラガン・ムルジャ、体を当てて取る。奪った。高橋宗也、相手のゴール前でパスを回します。非常に美しいパス回しです。決まるか。このボールキャッチします。ドラガン・ムルジャ、ボールがこぼれました。青山敏弘、三輪大輝、広島の攻撃です。ボールを回して味方の上がりを待ちます。スルーパスが出る。出足が鋭い。カットします。
バラダ・アキミ。ここで攻守が入れ替わります。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここで勢いが止まってしまいました。シュート！バーを大きく越えていく。バラダ・アキミ、危険な位置です。緊張感が増してきます。青山敏弘、バラダ・アキミ、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。さあスタジアムのテンションが上がります。ここから先の出しどころに打ってきた。これは大きく枠を外しました。スタジアムからはため息が漏れます。今のはチャンスでしたね。あれは決めてほしい場面です。形でゴール前まで持ってきました。狙っていった。ゴールに飛び込んだ。もったいない形でボールを渡してしまいました。さあどうしますか。ボールがこぼれました。青山敏弘、これは残念。ボールを手放してしまいました。前後半90分。